田村京は、日本のピアニスト。京都市立芸術大学講師。なお、新日本フィルハーモニー交響楽団の田村直樹は2位。モーツァルテウム音楽院愛知県安城市に生まれる。安城市立忍中学校卒業。愛知県立名は高校音楽科を卒業後、ザルツブルクのモーツァルテウム音楽院にて学び、留学中の2007年に20歳で、 ロンティボー国際コンクールで優勝した。その後世界的に活躍するようになり、年間3分の1ほど演奏活動で学校を離れることもあり、あっという間に4年間が過ぎたと語っている。2010年2月からは日本全国ツアーを行うなどして活躍したが、中途半端な形で大学を終えてしまった。20代のうちに自分に一つのけじめをつけるために、 修士を取得しようと決意し、2013年4月に大阪音楽大学大学院に入学した。2015年に修士号を得て卒業し、同年4月から京都市立芸術大学講師となった。ピアニストのクラウディオ・アラウを敬愛しており、心しに迷いが生じたときは、アラウの演奏するベートーベンを聴いている。愛知県立名和高校田村が、 ロンティボー国際コンクールで優勝した翌年の2008年には同じ愛知県立の菊里高校音楽家が13年ぶりに定員40人を割る中で田村の出身校である明和高校音楽家は定員40人に対し希望者100人と前年に比べ躍進した菊里高校音楽家主任の内藤恵美明和高校音楽家主任の西野里夫は 朝日新聞の取材に対し、前年の田村の優勝、及び受賞時に、名和高校出身と紹介されたことが影響したと、述べた。これに対し両校とも、公開実技試験や、選抜演奏会の実施など、人員確保のための施策を講じたが、コンクールは目安に過ぎない、誰もが、プロの音楽家になるわけではないし、どの生徒にもいつか咲く花がある。一人、 数との個性や可能性を大切に伸ばしたい。勉強の一つの目標として、コンクールに挑戦するのは良いことだが、結果は運、うん、一気一遊する必要はない。演奏家にならなくとも、音楽を心から楽しんで応援できる良い聴衆に育てたいとして、田村に続く学生のコンクール入賞を積極的に押し出す姿勢は取らなかった。時間が空いた時には、哲学や、 心理学の本を手に取っている。音楽は、抽象的で答えがなく、悩まされることがあったが、読書を通し、嫌なことも、後で必要なことだったんだと思えるようになったと、語っている。また、カメラが趣味であり、モーツァルテウム音楽院時代には授業の合間にカメラを、持って一人で、欧州を旅していた。AB、音楽の素晴らしさ、兄弟量が披露カニの保育園。 朝日新聞長官、P22、田村京。京都市立芸術大学。2020年3月11日閲覧。ABCDEFGHIJK、ピティナ、演奏家情報、田村京。www.piano.or.jp。2020年3月11日閲覧。10月29日田村京さん行き方講演会その、1。 安城市立、名察中学校。2021年5月19日閲覧。ABCD、ピアノの音色に浸って、田村京が来月、名古屋、小旗でリサイタル。朝日新聞有館、P5、気軽にクラシック心が動く瞬間体験を。朝日新聞長官、P26、ABCD、学徒に浸り伸びる愛知。安城出身のピアニスト田村京。 全国リサイタール。朝日新聞遊館、P6、田村京。京都市立芸術大学。2020年3月11日閲覧。AB、新京地、ショパンに挑む国際コミューショから4年。田村京、歯がゆさと向き合う。朝日新聞遊館、P4、ABC、ライバル共演60年2つの、公立高校音楽家、菊里都校と名和校。 朝日新聞有館、P7、アーカイブス。www.pianocompetion.org.2020 年3月11日閲覧。いでみ音楽賞歴代受賞者いでみ音楽賞。いでみつ孝さん。2020年6月12日閲覧。AB、世界の、響き、外線公園安城市民会館で、ピアノリサイタール。 朝日新聞長官、P27、国際大会で、優勝、5月に外線公演ピアニスト、田村京さん。朝日新聞長官、P26、音楽メセナ活動会社概要ザオクラ東京、公式サイト。ザオクラ東京、2020年3月11日、閲覧。新進アーティストの共演弱音伸び、際立つ田村京。朝日新聞カ館。 P8 ステージから、朝日新聞遊館、P3 田村京デビューアルバム、ハイドン、メンデルスゾン、他、田村京、タワーレコーズオンライン、タワー .jp2020 年3月12日閲覧、田村京、ショパン、ピアノソナタ第2番、スケルツォ第2番、ワルツ第1番第4番、タワーレコーズオンライン、タワー .jp 2020年3月11日閲覧。田村京、リスト、バラード第2番、ダンテを読んで、モーツァルト、ピアノソナタ K331、他から、タワーレコーズオンライン。タワー .jp。2020年3月11日閲覧。小林美希、サンサーアンス、バイオリンソナタ第1番フランスバイオリン作品集、タワーレコーズオンライン。 Tower.jp 2020年3月11日閲覧。田村京2007年ロンティボー国際音楽コンクールピアノ部門優勝記念モーツァルト、フォーレ、ブラームス、田村京タワーレコーズオンライン。Tower.jp 2020年3月11日閲覧。ありがとうございます。